こんにちは、モザイクワーク代表杉浦です。なんと今日はですね、この新潟就活チャンネルにスペシャルなゲストをお呼びをしております。早速お呼びをしたいと思います。スペシャルゲストはこの方です。どうぞ。アルティメット新潟の木村選手、そして高見選手です。お願いします。そしてちゃっかりついてきてしまいました。営業部の野沢さんです。こんにちは。ご紹介をしてもよろしいですか。はい、RBX 新潟背番号20、ミッドフィルダーの島田譲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。RBX 新潟背番号50番田上大地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社野細工枠代表、野沢洋介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お手伝いいただいてありがとうございます。では早速お書きください。はい、では改めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。モザイクワークが、この度はオフィシャルクラブパートナーということで、させていただいているのと、あとですね、キャリアサポートパートナーということで、選手の皆さんだけではなくてですね、サポーターの皆さんと今後ですね、スポンサーの皆さんとですね、こうつなぐようなそんなイベントもいろいろ我々企画してるんですけれども、まあ、そういった活動の一環としてですね、今回、皆さんにお越しをいただきまして、まあ、ぜひ見ていただいている方たちが就職を控えている人たちも結構多いので、皆さんのキャリアについて今日お聞きしたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに新潟就活チャンネルご存知でした？知ってます。僕はちょっと知らなかった。あのモザイクワークさんがパートになっていただいた時から見てます。ちなみに登録はいただいて、なんか登録なんかうまくできないみたいな。ボタンを押すしかないみたいな。簡単ですから皆さん、登録はポチッと押すだけで。ありがとうございます。登録もよろしくお願いします。まあ今日はちょっとこう就活というよりももう少しこう先の長いキャリアについて、お聞きしたいなと、そんなふうに思っています。多分皆さん就職活動って今までこうされたことないですよね。ないですね。ないです。大学の時の同期とかは結構みんなやってたので、はい、大体どういうことをしてるかっていう想像はついてますけど、はい、野沢さんとでは実はいろいろお聞きしたいんですよね。このあたり全くわかりません。実際にも勉強させてください。就職活動されたのかされてないのかも含めてですね、はい、選手後のこう活動をどうされたのかなっていうことをちょっと後でいろいろお聞かせください。はい、ありがとうございます。そもそもプロとして職業としてのサッカー選手を意識されたのっていうのは大体いつぐらいだったんでしょうか。僕は本当小さい時からサッカーしてて、はい、もう気づいた時にはサッカー選手になるのが、まあ、夢っていう感じでした。でもまあ実際にこうなんだろう、本気で自分が目標としてサッカー選手を職業としようと思ったのは本当に大学3年とかですかね。はい、きっかけは何かあったんですか。きっかけはそれこそ本当に就活するかどうかみたいな、そのプロ一本で行くのかプロ諦めて就活をするのか、プロを目指しながら就活をするのかみたいな、大体僕らが大学3年の時にサッカー部の選手ってみんなそういう選択に迫られるんですけど、はい、その時に、まあ、プロ一本で行こうっていう風に決めた時にこう腹が決まったというか、はい、そこが一番の転機っていうか。高校の時まではまだプロは意識はしてたけど、そこまで腹が固まってなかったってことですね。そうですね、意識してたんですけど、僕は鹿島アントラーズのユースだったんですけど、どこかこう今はちょっと鹿島でプロになるのは厳しいなっていう思いもあったので、はい、高校卒業してプロになるっていう気持ちは持ってなかったなと今考えると思います。はい、高見選手がこう実際にサッカープロサッカー選手として意識されたのいつぐらいだったんでしょうか。そうです、中学の頃にサッカー一本でやっていこうって決めて、はい、まあ、中学ですか。あ、そうです。はい、早いですね。まあ高校に入った時に、まあ、周りのレベルの高さに驚いて、
あこれじゃプロいけないなと思って自分なりにこうコツコツ努力してちょっとずつ結果出るようになってあもしかしたらプロいけるんじゃないかなっていうふうに思い始めてから本格的にプロを目指そう目指したいっていうふうに思うようになりました。まあ、大学進学と同時に腹を決めたっていう感じ。なんかお二人がそれぞれこう大学を進学した時のこうその時のこうキャリアのこう考えというかですね、先の考えを少しお聞きしたいんですけど、高校卒業する時に、まあ、卒業する時にっていうか3年生の時に、まあプロになれないっていうことが分かって高卒では、で大学決める時にもう正直僕のその高校3年生の時の頭で考えられることでプロサッカー選手になること以外の職業はサッカーのコーチになるとか、うん、その例えば部活の先生になるとかでサッカーに関わるみたいな頭しかなかったので、はい、大学に行くなら教員の免許を取れるところに行きたいっていうのがあって、で、まあ、サッカーも強くて教員免許取れてやっぱそれなりに知名度のある大学に行きたいなっていうのはなんとなくあったので、うん、もう漠然とそれで早稲田に行こうって決めました。はい、まあ、あともう一つ言うと僕の高校の時の恩師が早稲田の卒業生でその方をすごく尊敬してたので、はい、まあ、同じ道に進みたいなっていうのもあって、はい、結構こう多様な選択肢をある程度こう考えながらそれと大学進学をされたっていうところですか。正直そんなに、まあ、選択肢がなかったというか、はい、その選ぶ自分なりの基準みたいなのも全然明確じゃなかったですし、まあ、行ってみて僕はすごく良かったなと思ってますけど、選ぶ時に本当にそこを考え切って選べたかっていうとそんなことはなかったなとは思います。正直、はい、高見選手は先ほどある程度こうプロを見据えられたのかなというふうにも受け取れたんですけど、実際こう大学進学される時のこう考えとか、まあ、なぜその大学に入られたのかとか。大学進学する時にまあ、4年後プロの世界に行くためにっていうふうに考えてて、はい、で、まあ、流通経済大学ともう一つまあ、自分では到底入らないような頭のいい大学、まあ、一応セレクションは受かってたんですけどどっちに行こうかっていう迷ってて、まあ、4年後このプロになるには流通経済大学が一番こう可能性としては高いかなっていうふうに考えて進むことを決心しました。実際なんか比重って どんなものなんですか。そのもうある程度学力でまあなんとかなる話なのか、もうそもそもやっぱりある程度こう技術がないと入れないっていうところなのか。僕はもうサッカー推薦っていう形だったんで、はい、当時の まあ、システムでいうともう10-0ですね。進学の時はサッカーを、まあ、10-0以下か9-1ぐらいですね。サッカーを見られて、はい、入っていいよって言われてで面接だけするっていう。あ、なるほど、ね、面接だけで。はい、じゃあ1割は顔を、はい、顔で受かった。そうですね、はい、学力ゼロってことですかね。でも標準平均みたいなのも一応提出したのかな。あ、必要ですよね。そうですね、最低限のそういうあれは出しましたね、はい、流通経済大学は、付属の高校があって、はい、流通経済大学付属柏高校っていうのがあるんですけど、そこに通ってたので、まあ、そのままこうエスカレーターっていうか、上がる形はいつでもこう決断ができるというか、はい、自分が行くって決めたら行けるんですけど、ちょっと自分の中でこう違う環境にチャレンジしたいっていう思いもあって、他の大学とちょっと迷ったところではあります。ちょっと脱線して申し訳ないんですけど、ぶっちゃけサッカー部ってモテます？いや全然全然ですか。もう男だけしかいないような大学というか環境で育ったので、はい、いや女性は全然思春期に女性と関わってなかったので非常に困りました。大学でも全然でした。そうなんですね。じゃあ本当にストイックにもうサッカーやるっていうか、はい、本当に力入る環境でした。はい、分かります。え、なんか説得力がありますか。野田さんどうでした。モテました。いや全然モテました。モテたんかい。全然どうぞ。いかがですか。
と。僕はもうスポーツ科学部だったんで、はい、なんかもうキャンパスの中に、まあ、女の子ももちろんいるんですけど、みんな本当スポーツ一生懸命やってる感じの雰囲気で、みんなジャージでこう登校してくるようなキャンパスなんで、まあ、だからないって言ったら変ですけど、そういうのは大学ではあまりなかったですね。もうガチでスポーツをやる方たちだけってことですね。はい、だからいろんな競技のトップの選手がいっぱいいたんで、はい、そういう意味ではすごく面白かったですね。まあ、それぞれ選手になってから、島田選手は8年目、田上選手はこう5年目で、野澤さんは今、まあ、次のキャリアを歩まれていると思うんですけれども、今振り返った時に、なんかあの頃の自分に慣れているのか慣れていないのか、さらにこう上回っているのか変わっているのか、ギャップがあるのかないのかも含めて、なんか教えていただけたらなというところはあるんですけど。プロになる時もオファーをいただいてギリギリ入ったぐらいの気持ちでいたので、はい、まさかここまでサッカー選手やれてるっていうふうには思ってなかったですね。正直30歳までサッカー選手できてるっては、まあ、思ってなかったというか、もちろん目指してましたけど、自分自身ではここまでよくやったなって思ってます。そこめちゃくちゃ興味深いんですけど、はい、こうプロになるからにはやっぱり長くっていう思いがあると思うんですけど、はい、やっぱりどちらかというとそうではなくて、もう少し短いイメージを描いてらっしゃったというか。いや、もちろん長くずっとやりたいって思ってたんですけど、はい、結構まあネガティブというか、僕自身選手としてプロになった時もそんなに自分に自信満々だったわけじゃなくて、自分の実力も分かってたつもりですし、どこまでやれるか本当1年1年勝負だなと思いながらやってたので、で僕4年目の時に契約満了で1回首も経験してるので、そういう意味でよく今年9年目かな、よくここまで持ったなと思ってます。そこに向かうメンタリティってなかなかこう普通の人で味わえないメンタリティかなと気もしてまして、なんかそれをこう打ち勝つためのどういうことをされてたのかとか、どういう行動をされてたのかとか、まあ、なんかこれっていうものがあるっていうよりは、本当に僕は一日一日の積み重ねとか一瞬一瞬の積み重ねを大事にしてきたっていう感じですね。なんか本当にその日の練習にベストを尽くせたかとか、その練習に至るまでの過程で最高の準備ができたかとか、そういうことを常にこう意識して、でそこで劣るわけにはいかないと思ってたんで、はい、そこだけは絶対自分に、まあ、課してたというか、絶対に最高の準備をしてトレーニングではベストを尽くすっていうのをやってた積み重ねがここまで来れた要因かなとは思います。なんかそこに向かうご自身の向き合い方みたいなものは、その8年前と今と変わってきてますか、それとも変わらずですか。まあ、そこは変わってないですね、ずっと、うん、はい、方法とかはもちろん変わりましたけど、はい、準備の仕方とかトレーニングに向き合う時も今よりももちろんもっとなんだろうな、ガチガチでこうやってた部分はありますけど、はい、まあ、その時はその時のベストを尽くしてたし、今は今で力は抜けてますけど、はい、ベストは尽くしてるので、はい、そこの考え方は変わってないと思います、はい、まあ、なんとかここまで、はい、いろんな人の支えもあってですけど、もちろん、はい、よくやれたなと思ってます。田中さんに同じ質問になるんですけれども、はい、いかがですか、ご自身の振り返りと。そうですね、まあ、今こう J2 に所属してました、してますけど、 J1 で活躍したいっていう思いはずっと持ってますし、うん、まあ、それはプロ入る前から思って今までやってきましたけど、うん、まあ、現状こう J2 の選手っていうのでまだまだ自分に足りてないものがあるなっていうふうには思ってます、うん、学生の時はこうプロだけやプロサッカー選手は、まあ、サッカーだけやってればいいっていう考えではいたんですけど、ここ数年サッカー以外のことというか、もっとサッカーしながらもいろいろ学べることはあるなっていうふうには感じているので、まあ、そこは大学時代の自分と今のこう考えの自分の違いではあるかなっていうふうに思います。サッカーに対する向き合い方とか、ご自身の行動とか、結構変わってきているのか、変わらずにやっぱりずっとこう続けてきているのか、いかがですか。まあ、サッカーへの思いっていうのは変わらずやれてるかなと思うんですけど、
まあ、昔は熱くなりすぎてというか、あの逆に周りが見えなくなったり、なんか壁にぶつかった時に、なんか自分に矢印が向かなかったりっていうのはあったんですけど、今はあの何か課題とか問題が起きても、まあ、自分に矢印向けて、あの自分であのしっかり解決して、あの次に向かっていくってことはできるようになってきてると思うので、まあ、そこはしっかりと続けていきたいなというのも。やっぱりこうサッカーってどうしても勝ち負けはっきり決まるし、ご自身 の、 そのプレーというものもある種結果につながってくるしという中で、例えばこう負けてしまったりとか、もしくは勝ったとしてもご自身がうまいこういい形のプレーができなかったりとか、多分いろいろこうご自身の中で葛藤があると思うんですよね。どうご自身の中で気持ちをこう切り替えてらっしゃるのかなっていうのを聞きたいんですけど。それも僕も本当この数年やっと自分の中でメンタルをコントロールできるようになったというか、どういうふうにそこを整理つけていくかをが明確になってきたところなんですけど、まあ、やっぱ起こってしまったことに対して、まあ、やっぱりっていうのはまあ過去のことであって、やっぱ変えられないのでくよくよしたりとか、逆にその未来のことを考えすぎて次の試合勝てるかなとか、やっぱそれってやっぱ自分でコントロールできないし、未来のことで自分が試合に出れるかどうかも決めるのは監督なので、最後はなんで、この自分がとにかく今できることは何だろうって、今あの自分の立場で自分にできることは何だろうっていうことを考えるっていう習慣を常にこうつけようとしてます。でそうするとやっぱ自分にベクトルが自然と向くようになるし、他人のせいにしててもやっぱ結局なんだろう、状況は変わらないので、自分に目を向けて、その今自分にできることは何かっていうのを常にこう自分に問いかけるようにはしてます。はい、勝ち負けはやっぱりどうしてもついちゃいますし、はい、でもそれまでのやっぱ準備とか試合に向けての準備っていうのはこう自分でコントロールできるものだと思ってるので、まあ、そこに対してはこう妥協しないで試合までしっかり準備するっていうこと、まあ、自分が全力で準備して全力であのピッチで表現した結果負けてしまったら、まあ、自分の中でこう納得というか、まあ、仕方のないものだと思うので、まあ、結果は、まあ、もちろんサポーターの皆さんも結果が本当に大事だと思うんですけど、結果が届けられなかったとしても、まあ、サポーターのためにとかチームのために戦う姿っていうのを見せれば、サポーターの方も、また応援していただけ しようと思えると思うので、まあ、そこに関してはこう、なんだろうな、大切にしているというか、自分の中では大事にしていきたい部分ではあります。野澤さんはちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、現役の時と今とその結果っていう部分に対しての捉え方って変わってきてるのかどうかっていうことと、あとその現役時代、それこそご自身のプレーの振り返りも出てくると思うんですけど、その時になんかどういう形で切り替わられてたのかということと、なんかこの2つちょっとお聞きしたいんですけど、結果に対しての捉え方は現役の時と今と結果変わらないですね。今、まあ、営業という部署にいるので、まあ、ある程度こういう、まあ、ノルマだったりそういうものが求められるの で現役の時はやっぱ試合に出る、ね、まあ、キーパーで点を抑えるっていうところが結果だったように、今もそういうところで結果を求めてやっていきたいっていう自分が一つやっぱあったので、そういう意味では非常にやりがいがあるところでやらせてもらってるなっていうのがあって、まあ、入社したての時なんか、まあ、やることがわからないわけですよ、まず入ったばっかりで、結果を出す出さないっていう以前の何をやったらいいんだっていうところで、自分が何もやってないっていうふうに思ってしまう、うまくいってない時はとにかく練習を、ね、自分に向けて2人がやるっていう、なんかそういうことも何もできない自分に対してすごくこうストレスがたまって、めちゃくちゃ胃が痛かった、入社してから1ヶ月2ヶ月ぐらいありましたけど、そういう意味では本当にまた今も現役からの引き続きで
会とかはしてないですね。正直こっちの切り替えの方がめちゃくちゃしんどかったので、逆に試合出れない時ってめちゃくちゃ辛いんですよ。そうですね、気持ち的に、うん、その中で練習をしていかなきゃいけないっていうのは相当こうしんどくて、で2人はもうしっかりしてるから自分にベクトル向けて、ね、いろいろサポーターの考えとかも取り入れてやってるって言いましたけど、もうめちゃくちゃ不適されてましたからね。そうなんですか。意外です。いや、だからめちゃくちゃ不適されて、やっぱりこうネガティブにトレーニングするんですよ。で、その時にこう練習やってて、で、ポンと来た試合って、やっぱりうまくいかないんですよ、プレーが。ああ、そういうプレーができないんですよ。10秒に8点打ち込まれて、8-0で負けました。みんな覚えてるかもしれないですけどね、まあ、こうしちゃいけないなってやっぱ思って、それで、まあ、頑張って自分をこう奮い立たせて、なんとかポジティブに前向きに、プレーを、練習を続けてた時にやっぱり出番が来たらいいプレーができるんですね。で、その中でやっぱ大きかったのは、ね、あのサポーターの存在、はい、野沢あの試合出るの待ってるよっていうふうに応援してくれるサポーター、あとはチームメイト先輩が、この時もあるからしっかりやれよって言ってくれた仲間がいて、あの自分の気持ちをちゃんと支えて練習に取り組んだ結果が、まあまた、ね、そういう現役を続けられた、まあ、一つの要因でもあると思いますけど、まあ、そういう意味では本当にこの現役時代の気持ちの切り替えに比べたら、まあ、今のやっている別にそのおろそかにしてるってわけじゃないですけど全然余裕ですね。なるほど。気持ち的には、まあ、やっぱり現役の時の辛さってやっぱりかなりしんどいものがあったんです。しんどいです。なかなか選手からこういうことね、そうですよね。言えないと思いますけど、僕に対しては言いますけど、めちゃくちゃき